ゴットフリートベーンのスケッチゴットフリートベーンはドイツ表現主義文学の代表的な詩人。ブランデンブルク州ベストプリーグニッツ軍マンスフェルトンの牧師の息子として生まれる。母はフランス系スイス人。当初は父の意向に従って進学、文献学をマールブルク大学、フリードリヒビルヘルム大学で学んだが、その後死亡を変更し、 ベルリンのカイザービルヘルム大学軍医養生大学で医学、生物学を学んだ。1912年に卒業して軍医となり、同年に最初の詩集、モルグを発表。医学、生物的知識を活用したグロテスクな表現でセンセーションを起こした。第一次大戦中、1915年から17年まで軍医としてブリュッセルに滞在。 ここで本格的に試作を開始し、小説集、意師連盟や詩集、肉、瓦礫などを発表する。1933年から34年にかけて一時、ナチスに傾倒し、これを賛美する論文を書くも、後に誤りを悟りファンナチスの態度を取り、1938年に文学活動を禁じられた。1943年から1945年まで、 ドイツ国防軍に軍医として身を投じており、貴族的亡命と称したこの行動は反、ファシズム陣営から批判を受けた。戦後は、ベルリンで、皮膚、性病科の開業医を営みしばらく沈黙していたが、1948年、声学紙幣を勧告して復活し、一躍世界的名声を獲得。現実から超越した、形式、美学を追求し、 若い世代にも影響を与えた。1956年70歳の誕生日の2ヶ月後にベルリンで死去。ありがとうございます。